お祭りで踊る米国の高校生チアリーダーたち、米国 NFL、プロボールのチアリーダーたちチアリーダーは、スポーツにおける応援を先導するチームのことである。日本では、一般的に、チアガール、男性の場合は、チアマンとも言われているが、これらは、両者ともに、和製英語である。チアーガールや、チアボーイという単語は存在するが、スポーツ競技の応援に携わるものという一般的な、 意味では、英語圏で用いられることはない。もともと応援団は、アメリカ合衆国で、外戦将軍の帰還時に、それを歓迎する意味で応援団風にまとめたという説、あるいは、大学のスポーツチームの応援に際して先導する人物たちがいて、それで応援を盛り上げるという説など、期限には、様々な憶測が挙げられているが、一般的には、女性の応援チームのことを指している。 チアリーダーはアメリカの大学でアメリカンフットボールの応援をする男性のチームが発祥とされている。米国大統領のドワイト・ D ・アイゼンハワー、フランクリン・ルーズベルト、ロナルド・レーガン、ジョージ・ H.W. ブッシュやジョージ・ W. ブッシュらも学生時代チアリーダーであった。チアリーダーとは応援を先導するチームのことでチームのリーダーという一人のことではない。ポンポンを両手にかざし、 軽やかな音楽に合わせたダンスやパフォーマンスを繰り広げる。ポンポンの取っ手には大きく、バトン、スティックといった棒タイプのものや、手首や指にはめて外れないようにしているタイプのものもある。衣装はトレーナータイプのユニフォームにプリーツタイプのミニスカートを着用するのが一般的とされている。上半身はノースリーブのシェルトップ。その下に長袖インナーシャツを着てから着用。 その上にセーターを着用することもある。スポーツ競技家に合わせ、様々なタイプのチアユニフォームを採用するところもある。詳細は、チアリーディングを参照チアリーダーが行う、スポーツ競技であり、チアダンスの要素に加え、組体操やアクロバティックな要素を交えたものである。アメリカンフットボールの試合のチアガールはこの、チアリーディングの要素を取り入れた応援をすることが多い。 チアリーディングから派生したスポーツ競技である。アメリカではポンダンスとも呼ばれる。これはチアリーディングのうち踊りの部分に特化したもので、競技会の場合は2分30秒の競技時間が設定されており、ポンポンダンス、ラインダンス、ジャズダンス、ヒップホップの4種類を取り入れ、その表現力や完成度を審査する。ダンスチアとも称す。21世紀以降、 競技人口の増加とともに、年齢の幅も広がり、またシニアを対象とした指導などを行う日本、シニアチア協会がある。スポーツでの応援はこのチアダンスの要素を取り入れる傾向が多いが、読売ジャイアンツやアルビレックス新潟など、フィールドパフォーマンスで、チアリーディングの要素である組体操などを組み合わせる場合もある。日本では、バトン部のバトントワラーが、 チアダンスのチアリーダーを兼任することもある。ソングリーダーとは、チアリーディングのスタンツがないものである。ソングリーディングとも称す。なおチアリーディングにはない。ソングリーディング特有の動きも存在する。バトンチアとは、チアダンスとバトントアリングとを融合させたものである。このため、チアダンスがポンポンを持って演技するのに対して、ポンポンの代わりにバトンを持って演技する。また、パレードでの行進で、 バトンチアが活躍していることも多い。ユニフォームはチアリーディングやチアダンスと同じ場合もあり、ダンスタイツも着用することもある。学校の部活動ではチアリーディング部やチアダンス部がバトンチアを行う場合もあるが、ダンス部やバトントワリング部がバトンチアとして演技することもある。チアバトンとも称す。一般にアメリカ合衆国の学校においてはチアリーダーの女子生徒らは、 ちょうどジョックの女子版に相当し、生徒らの中の典型的な人気者集団を形成することがしばしばである。大衆文化においても人気者な女子学生の典型として描かれやすい。いわば花形であるために競争も非常に激しく、チアリーダーになるための英才教育を子供の頃から施されるという女児も多い。プロは米国ではアメフト NFL の女子チアリーディングチームが有名。 チアリーダー候補の女児の母親が娘をチアリーダーにしたい一心から競争相手の女児を殺害しようとしたという事件も起こっている。ルックスがいい女子は勉強なんてしちゃダメなの。難しいことは考えないで、うちらみたいにミニスカートはいてお尻振って愛嬌振りまいてりゃいいの。勉強なんてルックスが悪い人がすること。うちらは可愛いんだからバカな方が男子に好かれるんだよ。 ビクトリア・マーティン、数学チームの女王より、あるチアリーダー町山智博による引用当初は、アメリカのカレッジスポーツや、アメリカンフットボールの応援シーンからの見よう見真似の模倣から入ってきたものである。女性がミニスカートを履いて、応援に参加する者は、バトントワリングチームも含めて、総称として、チアガールと呼んでいた時期があったが、上記にあるバトンチアを例外とすると、 バトントワリングチームとチアリーダーチームとは本来は全く性質が異なる別なものである。チアダンスだけでなく、組体操やアクロバティックな要素も加わり、やがてスポーツ競技として発展し、学校等ではクラブ活動、サークルとして設けられるようになった。高校、大学では応援団やブラスバンドと共に活動することが多く、体育系クラブの対外試合の応援や定期演奏会、 大学入試の合格発表の際に合格した受験生を祝福するなどの活動をしている。プロではプロ野球の球団や J リーグチームの専属チームが多数存在する。ありがとうございます。